宇宙遊泳中に回収済みの人工衛星におどけて販売広告を掲げる NASA の宇宙飛行士テレビに露出することを踏まえたミッション中のプロダクトプレイスメントも宇宙広告の一種である宇宙広告とは大気圏外や宇宙飛行に関わる空間に広告を使用することである。販売促進キャンペーンとして成功した例は数えるほどしかないが、 提案段階まで進んだ宇宙に広告を設置するというアイデアはいくつも存在し、過去には地球からも目視可能な巨大なビルボードを打ち上げるという計画さえ立てられている。しかしこうした冒険的な事業には押し付け型宇宙広告という言葉も使われる。アメリカのスペースマーケティング社は1993年に 1K 平方メートルの照明看板を低軌道に打ち上げ、 地球から目視が可能なスペースビルボードを提唱した。この広告はマイラーで作られる予定であり、大まかに言って地上から見える月と同程度の大きさと明るさを持つとされていた。しかし計算上はスペースデブリの衝突をおよそ1万回受けることになり、十分な資金提供を得ることも難しいため結局、この計画はそれ以上進展しなかった。宇宙空間で撮影された 最初のコマーシャルはイスラエルのトヌバ社による牛乳の広告だった。これは1997年に宇宙ステーションミールの外で取られたものである。ファストフード業界の風変わりな広告には2度にわたる宇宙飛行を利用したピザハットのマーケティング戦略がある。2001年に国際宇宙ステーションへ真空パックした食事を届けた彼らは つまり初めてピザを宇宙にデリバリーしたことになるし、その1年前には、ズベズダを打ち上げた無人のプロトンロケットの脇に9メートルのピザハットのロゴを掲載する契約を結んだ。それに、コダック社が続き、大気圏外での耐久性をテストするため、国際宇宙ステーションの外側に使われた素材に、優勝で会社のロゴとスローガンを載せた。Google ル,ルナーエクスプライズに参加している。 ホワイトレーベルスペースはこの宇宙広告によって、つまり、複数の世界的ブランドからのスポンサー契約という、形で月面でのミッションのための資金獲得を目指している。1993年、アメリカ下院議員のエド・マーキーは、スペースビルボード計画を深夜に宇宙において、アメリカの全広告を禁止する、法案を提出した。 この法律案は合衆国法典第49編7102条により、過剰な広告のみを対象とするものに修正され、ロケットの外装や宇宙飛行士の被覆にロゴを配するスポンサー契約は許容されることになり、2005年5月から連邦航空局がこの法律の執行に責任を持つ組織となった。ロシアも、また宇宙飛行に関しては先進国であるが、 こちらは上実のように様々なミッションで広告活動を受け入れている。法が整備される以前から押し付けがましい宇宙広告の計画が報告されるたびに市民から避難の声が上がっていた。宇宙飛行士にとっても視界が狭まったり、公害や電波雑音などの問題が起こることが早くから指摘されていた。外に出れば事実上どこにいようとも視界にはいるため、 他の広告であればどんなものであれ、オフにしたり取り払うことが簡単にできるのに対して、宇宙広告は避けることが難しいことも大きな懸念となった。また、長大な距離を隔てても視認できるということは、一国にだけ広告を見せるということはできないということでもある。宇宙と巨大な看板という道具立ては、様々な SF 小説や映画、テレビ番組などで使われてきた。 シリーズもののアニメ、フューチュラマや、作家であれば、フレデリック・ブラウン、ロバート・エイ・ハインライン、アイザック・アシモフなどの小説が知られているが、大抵はコマーシャリズムの風刺として描かれている。ありがとうございます。